が伝わってきた技術はちゃんと守って、デザインや技術で新しいチャレンジを常に続けていくことですね。頑張ろう、一つになろうという言葉だけじゃなく、まず言葉よりも人のためになる行動を起こすことがこれから重要になってくると思います。